今日買う。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。結構ギリギリですね。だいぶタイトする時間が。ここからバスで移動です。行きます。行きましょう。面白いですね。バスに乗るときにできれば進行方向向かって左側に乗ると景色がいいらしいです。やっぱ知ってる人と来ないとダメですね。立山杉ってでかいやつと、はい、正明滝って日本一の落差の滝が、まあ、ちょっとねカメラだと遠いかも、はいはいはい、だけど、まあ、肉眼だとすごい綺麗に見えるんで左側は、うん、すごい映像では伝わるかちょっとわからんけど、すげえやべえなこれ。あのご飯とかも普通にあるし、トイレもあるし、観光地ですね、言うたらここまでは観光地だけど、もうすでに標高は 2000m を軽く超えてるというね。ここで持ち物を一応軽く言っとくと、板っしょ、ウェアで、インナーはポーラテックのグリッドタイプで、ベースレイヤーとセカンドレイヤーで、スノーシューでしょ、これ冒険さんが仮パックしたやつで、ストックで、まあ、ゴーグルと、僕はこのトレードマークの帽子、まあ、飲み水とコーヒーと湯沸かし器とカップ麺と、あとこういうの救急セットとショベルと、あの突き刺す棒、あの人がまた突き刺して探すやつと、あとショベルの絵と、あとビーコン、こんなもんっすね。まああと僕は YouTuber なんでカメラを持ってます。あと山岳保険、保険入ってます。あのライン保険とか雪山飲んでも入れんのかな、多分雪山の保険僕年間で入ってるんで、多分それでいけると思うんすけどね。まあ一応入ってきたっす。こんなもんっすね。あとサングラス、これも忘れてた、ね、これも絶対あった方がいいです。ここで山岳情報をねチェックできます。曇り2度、岐阜、視界良好、気温が低めです。凍結箇所等のスリップに、うん、多分この人が最初にこの山登ったんだろうな。で多分ライチョウって名前つけたらこの人だと思う、多分。誰なんだよ。あ、上になんか説明書いてあるけど、まあいいや。多分あの人が多分この山を最初に登って、サイキさん、ライチョウを最初に捕まえた。さあ、さあ来ました室戸2450かな。2450っていうともうね、長野県の一番高いスキー場。うんよりも高い位置じゃないでしょうか。あ、かもしれないですね。そういうことですね。横手山で2307なんで、それもすごいな。それすごいな。まあまあ滑れますからね。多分、はい、あのちょっとガスってますけど、はい、アコスも滑っていいしというか、はい、滑れるなら滑れるし、別にどこも全部、あ、全部オールフリーです。オールフリー半端ないな。だからあこのシュートっていうか、まあ、川とか、はい、あれも滑ったことある、あれも、はい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 、はい、じゃあみんな好きなとこ登って好きなとこ滑れよみたいな感じなんですね。最初はあのそこに室戸山って、あ、はい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 、そこが一番、あ、まあ、なんかゲレンデっぽいと、イージーそうっすね。まだ1時間前後で登って滑ってくる、うん、なるほど。でちょっと壁当てたり、はい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 、うん、あの右側奥のあっち側とかカメラに、あーこれ、ね、あ、だからこうトラバースして登っていく感じかな、かあっちから行く感じですかね。まあ、登ってみて、ね、あれが浄土山、浄土山、国見岳、あの小山とか、あれも登山道登ってって、あ、この中、あの裏側の、あそこやばいっすね、結構なシャドウっすよね。結構ね、ここからそもそもその雪に取り付くのが今大変かも。あー、ラインが細いっすよね、まあ、あのね、雪が上までついてれば、うん、そこ入って滑っていけるんやけど、ね、
グラベラなんで、まあ、滑落しながら、あれグラベルしたら死ぬっすね、死ぬっすね、あれはガチのやつ、ガチの滑落事故に、ね、なりますね。富山県民はあの立山登山小学生でやりますから。やった？登り完全に行った？行きっとるやん、完全に行きっとるやん、行った行った、ローカル感出してくるやん俺小学生、俺も行った行ったっす、行った小学生で一番早かった気がする、うん、小学生で登るレベルというか、富山の小学生がすごいだけかもしれない。あ、そうそうかもしれないあれ普通だからね、俺らから言いました、ね、わあれぐらい登ろうぜ、あれぐらい、雪ある時に行ったんすか。雪ない時ね、さすがになっちゃう。じゃあ条件は小学生よりもちょっと上ということで、ここの話だけでごめんね、長くなりすぎ一応僕が埋まっても見つけてもらえるかね。はい、いいっすね、見てみる、チェック、 OK、 さあ準備ができたところで、一応どんな格好かっていうのね、僕の YouTube を見てる人はね、こういうのあんまやんないと思うんで、今日基本的に僕はね元気なんで、こんなレイヤリングです。でアウターはここに後ろにつけてます。で、まあスノーシュー、スノーシュー使い方とかはあの買ったところに聞いてくださいちなみに僕は借り物なんで適当につけてます多分合ってると思う、ね、ちなみに、いやめちゃくちゃいいと思う、バッチリそれっぽいっしょ。いや全然いい立山10年ぐらい登ってる感あるっしょあるっすか。10年わかんないけど、なんかロンティーとかで来るんかなと思ってたから俺。いやいやいや、もうさすがにねさすがにね、いやさすがだわ。いやいや、もうレイヤリングだけを考えてきましたあとはもうなんとかなるだろう。いやいや本当になんかレイヤリング超大事だからね。大事っすよ、ね、そう、うん、バックカントリーもそうだけど、スノーボードもだからね。そうそうそう、もう普段からそうしてるんで、普段からそうしてるっていうのが出てますね。ね、いや素晴らしい、レイヤリング大事です皆さん、うん、レイヤリングはね詳しくはあの調べてください。あ、日焼け止めも日焼け止め塗ってめっちゃ白いっすよ僕分かりやすい塗ってる。いや、あんまり僕程よく焼こうかなと思って、うん、あ、俺、いやいや全然こんな顔色だよいつも。いや結構日焼け止めか白いですけど厚塗りしてきました。サビ用の強いやつ割と、いやすごいから標高高いと、うん、そうですね、うん、日焼けやばいから、ね、やっぱやばいんすね。気をつけてください。ちなみにゆうたさんは、うん、スプリットボードっていう、あ、そう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 、パカって半分に割れるスノーボードがあるんですよ。いや今日なんかスキー、今日はやる、うん、これで滑るんすか。これで行っちゃおうかなみたいなマジでこうやってあの雪の大谷こうやってパパン行こうかみたいな、うん、飛んじゃう、飛んじゃおうかなみたいな雪の大谷飛ぶ日にする今日飛ばないよロードギャップやんないよ落差 15m 死んじゃうよで、安くんはこんな感じ。まあ一番それっぽいっすね寒いね、うん、寒がりだし、ね、でも下はでもイグちゃんみたいな、今日でも寒いからね、言った温度さっき、ね、2度2度っす ね、まあ寒いっすよ今日は。まあまあのんびり行きましょうのんびり行きましょう本当に、ね、いや結構歩きましたよ。でも結構歩きましたね、結構歩いたっすね暑くない暑い。や僕いい具合、僕いい具合っすもん。抜いていいよまだ30メートルしか歩いてないっすよ歩いてよ、もういやいや、まだ30メートルぐらいしか歩いて一番素人感出とるの一番登ってんのに。そうそう、風ないしだいぶ来たけどね、もういや来てない来てない、全然来てないからアコまで、アコの小屋生き残し、あ、はいはいはい、アコまで行こうかな、行きますか、うん、まあ今日あくまでお取引先同士のミーティングなんで、これね、うん、単なるミーティングなんで、今俺らもう手探りだもんね、今お互いに、そう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 、そうね、手の内をこう探り、わかんないですよまだ、そうなんかね、取引してるけど、うんうん、実際どんなお店とか、ね、どういうメーカーとかわかんないですもんね。そこまでね、うん、今からこう深めようかっていう。そう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 。じゃあここで深まればだからライスとダブルアレックストーンみたいな。あ、いいっすね。ね。ちょっとそこはぜひ。浅井さんが。ね、浅井さん。はい、でももうあれ
あの数減らしてって言ってるのにどうできないんだよ。数減らしてって言ってるからね。俺ら逆にね売りたかったのに減らされちゃったすいません、すいません本当に。いすいません、今年だったかみたいな。そうなんですよね。結構歩きましたよ。これはまあ歩いたでしょう。歩いたと言っていいんじゃないでしょうか。登ってもないから。多分まだ20分ぐらいしか歩いてないですよ。まだ登ってもないから。僕はね、マラソン大会でも何でもね、最初に飛ばして後でバテるタイプなんですよ。ああ、ウィタさんが苦戦してるんで。さっき多分ツイッターをツイッター更新してたからね。上げてた。こんなとこに来たのツイッター更新するから。私電波があるからあるからね。電波があるのがいけないね。ソフトバンクに文句を。自然を楽しみに来たのに電波があるせいで自然を楽しめません。どうしてくれるんですか。結構来たね。結構来ました。結構来たねって何回言うのっていうぐらい言ってました、ね、うるせえうるせえ。何回結構来たんだこいつらって。結構来たのに全然つかねえじゃんってね。全然つかないんだよね。なんかライチョウの声が聞こえるらしいっすけど、わかんない。今ヤス君のある足音じゃない。ちょっと動いてみて。ほらほら、その前にグルルルって。あー、このピヨピヨじゃなくてグルルルですか。なんかゲコゲコみたいな。カエルみたいな音するんですか。ライチョウさん、ライチョウさん来ました。来ましたね。だいぶこのこれは来たとは言えるんじゃないですか。だいぶもう結構上まで、かなり上の方まで来ましたね。今日はこっちを滑るっぽいっす。この辺この辺ね。はい、ちょっと行ってみてですけど、でこう流して向こうに落とす感じですかね。そうだね。結構下まで落として最後登って帰ろうかなみたいな。そうっすね、うん、最後登るのが多分過酷そう。そう、疲れ切ってね。いいんじゃないでしょうか。でも最後の森はまあまあゆっくり片道を歩けば。そうですね。まあまあそんなに。こっちの方がきつい。さあ頂上ですよ。お疲れした。一旦。さあいい。うわいいね。いい。気持ちいい。いい。気持ちいいっすね。ちょっと疲れましたね。いやー結構来るね。やっぱリフトっていいっすね。リフトなんだよ。リフト券4500円だから素晴らしいなと思うっすね。いや本当にこの建物とかそれこそ手組みの可能性高いっすよね。その組み手組みでしょうね。電気とかどうしてんの。ない。いや来てますよ。来てますよ多分。は、何かしらで電力会社やばくね。頭おかしくね。だって立山であのターミナルだってあのあったわ。あのサイズであのホテルの昔、ね、まあっこは、うん、ここはまだ道路があるからわかるんですけど、うん、ここ生身っすよ。まあね、そう言われりゃ。まあでも電気ある感じっすねこれは。いや電気ある。だいぶやばいな。あるある。すごい。私一丁前なのでこういうの持ってこれ沸くの早い。縦に。さあこれこぼしそうな雰囲気があるな。最高やな。なんか調べたところによると、うん、柿火はやめてて、でそのなんか柿はちゃんと処理しろみたいな。はいはいはい。あとラーメンの汁とか捨てないで。ああ僕飲む派なんで。僕も飲みます、ね、あと箸忘れたんで。なんすかそれ。これあのコーヒーの混ぜるやつがあった。いいのあったねそれ。コーヒーの混ぜるやつあるのに箸がないんで。確かに。この絶景を見ながらコーヒーが飲める。ん？ね。
やばい。ぶち飛ぶね。いいっすね。本当に美味しいよね。なんかあの登山する人の気持ち、こんなんだろうなと思ってたけど、やっぱこんなんなんだなって。そらしたくなるなって。もう倍うまい、倍どころじゃない。ね。体験するとやっぱね。違うよ、ね。やっぱ最高ですよ。もう浅井さんのほらあの顔さ。幸せそうやもん。うん。ね、あったかいコーヒーとカロリーメイト。あ、カロリーメイトもいいっすね。こっからは寒いんで、ウェアでね、雪と土と岩と複合的なんで、でインスタ360につけてる。さあ行く、行きます。今日滑るのはこっち側、こっちに滑ると長野に帰れるそうです。だから次来るときはこっちから上がってくる。面白い。いやーでもね、前バックカントリー来たときちょっと映像撮ってて、あ、全然アップしてないんですけど、前は八方尾根に来たんですよ。で今回はハイシーズンの八方尾根、前回八方尾根だったんですけど、今回はグリーンシーズンというか、シャバ雪残雪って感じなんで、やっぱいいっすね。歩きやすい、なんといってもいいね。どんどん行こう。で体力だけは意外とね、歩くのは嫌いじゃないんで、ね、よいしょよいしょ。さあ、なかなかの岩場を登る。なんか矢印書いてあるのがなんか優しい。まあ初心者向けなのかな、やっぱバックカントリーの、多分知らんけど。うん、いやーいいね。あっちも登れるし、こっちも登れるし、なかなかにハードです。結構急ですねここね。いやほぼほぼ登りきった。来ました、よいしょ、来ましたね。いや今日の目標地点来た。いやいいね、もう登ってきた分の景色も全然違うしね。うん、登山って YouTube っすね。なんで心が出てきた。今僕らがいるこの位置って多分景色めっちゃ綺麗とか、うん、めっちゃ登ったなとか、めっちゃ頑張ったなってこう登ってきたから分かるじゃないですか。はい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 。けど下から見ててもどんぐらいしんどいかって分かんないですよ。どんぐらい頑張ってんのかも。あ、そうなんだよね。で登れば登るほど自分たちが通ってきた一歩一歩のその積み重ねがめっちゃ大事やなと。毎日動画を作って頑張って編集してよかったなと。いや本当だね。でここに登ってきた時に気づくんですよ。下からじゃ分かんなかったけど、もっと高い山が周りにいっぱいある。なるほど、ここまで来たら、あそこ行ってるやつやべえなとか。なるほどね。あっちのあそこ登ったやつやべえなとか。確かに人生ですね。もう人生ですよ。 YouTube 登山人生全部一緒ですね。ちょっと、はい、13万人もいる、いやいや、ね、登録者いるいぐっちゃんを見てるととてつもなく高い山に見えるんですけど。いやでも僕はあれですよ、うん、2人がいなかったらここまで登れてないんですよ。あ、そうなんですよね。後であの設計書送っときますね。リアルやな。だから僕の YouTube も見てくれる人もいるし、うん、撮ってくれた人もいるし、うん、編集してくれる人もいるんですよ。なるほど。その人たちのみんなのおかげで13万人、うん、だから、うん、多分あの人もあそこに、ね、いるじゃないですか。あの人だけの力じゃあそこに行けてないと思うんですよ。なんかあそこに行くまでに多分なんか車運転してきたのか電車で来たのか分かんないけど、電車、うん、ロープウェイの操縦する人がいないと登れないし。なるほど。そもそもこの山を最初に登った人がいるから俺も行こうかなって。なるほど。
Google がなかったら YouTube できないもんね。そうですよね。そもそもね。最初に登山した人ってすごいです。これ解散するんだからね。そもそも整備するんだもんだって。ね。ね。登山してこれちょっと人が登って遊べるようにしようぜっつって。ねえ。Google っすよ。YouTube っすよ。登山。あいつらやべえっすよ。イコール登山。あの作ったやつらやべえっすよ。あと最初に登ったやつらもやべえっすよ。ヒカキンとか。いや本当だで。ジャスティン・ビーバーとか。社長とかやばいし、いやそうだね、なんか俺めっちゃこういうのに感化されやすいからさ、なんかすごいね、なんかいいこと言うね。いや今登ってパッて振り返って思ったんですね、なんか歩いてる時って、うん、一生つかねえよみたいな。いや本当そうなんだよね。30センチぐらいしか進まないですよ。いや本当そうなの、本当そうなのよ。だけどこうここバーって歩いてて、うん、いや全然こんなのどんぐらいかかるんだよって思ったけど、うん、気づいたら30センチを積み重ねたらついちゃった。でパッと後ろ振り向いたらね、見えてんだよね。こんなに歩んできたのって。うん。いやすごい、なんか。じゃ連れてきてくれてありがとうございます。そうだね。じゃあ後でまた。いやリアルやな。ね、リアル。いやいやいや。ファンランカー手にお願いします。いやイングちゃんじゃなくて。はい、てか今日じゃあこれ景色見えるのはめっちゃラッキーってことですか？そんなにだってちょっと微妙に雲がかっとるけど、うん、山並みは一切ね、めっちゃいい感じっすよ。あれっすね、頑張って登り詰めても、うん、結果が出ない時もあるってことっすね。そういうことです。ちょっとその顔撮りたかったわ、うん、めちゃめちゃどうやってたけど。さっき登ってきて、うん、その後見て、あ、うん、俺頑張ったな、みんなで頑張ったなって、うん、ありがとうってなるって言ってたじゃないですか、うん、でもその結果が曇ってて全然見えないこともあるんだなって、すげえ。今だって今日見えるのラッキーだよって、ラッキーだっていうぐらいってことは、だって山が好きなね、ご、うん、あのご夫妻っていうか、あのさっきの ね、うん、お父さんお母さんが、うん、今日見えるこんな見えるのラッキーだよこの天気で、うんうん、晴れててもガスってることだってある。そう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 、ってことはどんだけ頑張っても結果が出ることの方が珍しいんだから、うん、結果が出て目に見えるようになるまで、うん、登り続けろよってことなんですね。うおー、ね、ちょっと登り続けましょうか、ね、私たちも今後も ね、 ね、たまたま今回僕ビギナーズラックですよ、うん、景色が出て、うん、わ綺麗って見えるわ、結果がたまたま出たけど、うんうん、これ曇ってて何も見えなかったかもしれない。いや本当でもそうだね。そしたら諦めちゃったかもしれない。もういいやってなったかもしれないけど、うんうん、結果が出ちゃったからまた来ようってなるっすね。よかったね、なんか嬉しいね、ちょっと。なんか、まあ、でもそれもやっぱ1週間前にその来ようって行動した結果だから、あーそっか、あー確かに、あーいや思ってくれてありがとうございます。そうっす ね、 ね、だあとはちゃんと綺麗に最後まで降りれるかどうかなんですよ。登って満足しちゃってそう、登ったこの下りっていうのもあるんで、ここのパターンは。そうっすね、でまた新しい山に登りに行かなきゃいけないっていう。そっか、また登るために降りるんだ。ほー、人生もそうっすもん ね、 ね、うん、あーなんか今日いい日ですね。いいっすね、うん、あんだけ朝ちょっとふざけてたんですけど、すげえ舐めてほしいな。じゃあ行きますか。はいはい、それでは、はい、登頂、とりあえず今日の目標登頂、ういす、ありがとうございます。よしよしよし、お取引の話がこっからね。ランプジャックさんとしてね、2022ヤスくんじゃなくて、あのランプジャック浅井さんに なるから今から。それするとすげえよ、そう優しい。そう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 、あゆちゃん、 なんかあ仕事もそう、電話だとね、かしこまっちゃうんだ。あの仕事モード、仕事モードの時に撮っちゃうと、うん、ハイファンラグイグチですみたいな。あーヤスくんみたいな、どうもお世話取りますみたいな。もう癖で言っちゃうんだね。そう言っちゃう言っちゃう、もう会社の電話取る時とかもうもろ、最近もうリモートで取んなくなったけど、もう会社の電話なんてもう知らない人だよ、もう。よせよそしい。これ本当にあいつか井口か本当にこいつみたいな。ね、最高です。ちょっとあるあるっぽいね、でもね、うん、いやでもこういうねお仕事できて僕は嬉しいですよ。
今お仕事モードなんだ。仕事モードなんだ、はい、来期ねみたいな、ちょっと数減らしてすいませんみたいな、ちょっと生産数がみたいな。出てきたんじゃないですか。 おテントさん、あったか、いきなり違うね。いいピーカン最高。あ、来たねこれ。これはいい取引できますよ。ちょっとおもろいこと言うやん。いい取引できますよ。ね、いやもうね、さあ一服したんで滑るモードにね、滑るモードにしましょう。滑るモードはこのスノーシューとストックを折りたたんでカバンにくくりつけて滑る感じです。準備 OK。 さあ準備万端でございますよ。うん、今から滑る番です。いいね、天気も良くなってきたし。ではここからは36カメラに切り替わりますんで、レディーゴー。ゲレンデにはないね。I'm going through hell. I'm fading like a fire, but I know.
ね。ここの盛り返しですか。いやいや至福の一本、ね、最高途中速えってなった速いっすね。なんかさ斜面がでかいから勝手にこうね、スピードが出てくっていうか、あそこの壁が想像以上に落ちてた。いや俺 もパイプの入り口みたいな。俺も本当は壁にバチコーンって当てる予定だったんだけど速すぎて上に乗っちゃったね、うん、途中でも足パンっすよ。いや足パン足パンパンパン。でもなんかもう疲れちゃった。行くしかねえみたいな、うん、耐えるしかねえみたいな、ね、アドレナリン出たわ。いや面白い。お疲れした。お疲れした。ありがとうございます。いやいい建山だったんじゃないですか。いや最高ですよ。ナイスセッションでした。これはねまた今度次ね鍋でもキャンプして、ね、鍋持ってテント持ってね。いや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 、よかったよかった。いやありがとうございました。いやスーパーロング。いやありがとうございました。ありがとうございました。ね、長くいや僕も長いので来ればよかった。そういやでもよかった。よかったですね。いやよかった最高。ありがとう。最高でした。ありがとうございました。いやよかったね本当に。いやもうやっちゃいましたよ、ね、気持ちよかった。あそこちょっといや俺もね俺もちょっとミスったんだよね。 だからもう一回行こうってなるんですねこれ。そうなんだよ。難しいよね。難しい。しかも、うん、スノーボードのさこうなんだろう、結局ウォーミングアップも別にしてないし、そうっすね、スピード感もゲレンデと全然違うし、なんだろう一本限りの勝負だから、そうセッティングだったりそうギアチョイスだったりっていうのが深いな。難しいっすよね。でそうなってくるとなんか俺160しか乗ってるもん、うん、ああとは確かに同音じゃ短かった。 GoPro を手に持ちたくない。あね、うん、これ最強でした。ダメなんだよこれ。これこいつ最強ですよ、うん、マジで。いやすげえいいそれ。俺もさこうやって腰にこうやってつけたりとかしてたんだけど、腰につければよかった。映りましたね。やっぱり、ね、後悔しないために全力投球するの大事ですね。まあでもなんかYouTube とさスノーボードをどっちを取るかみたいなね。結局さ途中までさこうやって俳句してさ、うん、動画こう作ろうと思ってやってるのに最後取らないのもあれだから、うんまあそうっすね。それいいね。これ結構いいっすね。ちょっと気づきがありました、うん、ねえやっぱ手はフリーの方がいいですよ、うんですね、バランス取れないんでこれ。いやいやおもろかった。ありがとうございました。